余りまくって給料全部そっちみたいな。はい、何が面白いんですか。ですね、何買ってもイチャモンつける人がいるじゃないですか。あ、今そういう人はテレビとか雑誌とかでも、そう、そういう人はダメです。基本的には損しても、うん、負けても、あ、負けてもその何でしょう、得をしても前向きでいられる人ではないと株はできないと思うんですね。なるほどね。宮川さんなんかたった、何ごめんなさい、どっちなの、噛んじゃった向いてるの向いてないのどっちよ。向いてると思います。向いてるの、はい、前向きにいけるから。そうなんです。でも控え室でお会いした時すごい腰の低い方で、ええ、どっちなのかなと思ったんです。いや、もう僕あっちが本当ですよ。あっちが本当なんですか。ええ、昼はですね昼と夜って違うので何を言っとんですよ。そうですか、はい、株をこう始めるにあたってですね、はい、普通の考え方でいけば、まあとりあえず買ってみてとかね、はい、ミニ株やってとか、そんなようなことで、はい、あとはよく言うのが身の回りの自分が知ってるジャンルのものを、そうです、の中から選んで買いなさいとかいうのがあるじゃないですか、はい、まあ、僕らで言えば TBS の株買ってみたりとか、はい、吉本興業の株買ってみたりとか、そういうのであれば、はい、その内部事情のに興味があるから知り得なくても、あれ待ってよ、さんまさんがもし独立したとしたらこれじゃあ売っといた方がいいんじゃないの、吉本株とかっていうことを。よくわかりますね。わか、はい、興味があることだったらわかるだろうから、それを買えと言うじゃないですか。ことです。でもそれすら僕はしたくないんですよ。じゃあ何がしたいんですか。もう何でもいいから日経読まずに、はい、勉強もしないで、はい、クーミンに携帯でメール打つぐらいだけで、はい、傷つと1000万の金が、はい、俺の口座にポンと入ってくるような状態を作りたいわけですよ。あ、じゃあ私 のメルマガ見てください。私のメルマガ見てください。宣伝しちゃった、ごめんなさい嘘ですね。いや嘘じゃないよ、別に見るのはいいけど、いや、もうそういう風にしたいんであれば、うん、やっぱりその何でしょう、受け売りで株を売買するしかないですよね。やっぱ多少の努力は必要ですよね。多少の、いや、だから日記読まなくていいですけど、だそれは表からのやり方ですよ。本当裏からのやり方ですよ。マーサスチュワートのインサイダー取引みたいなことをバレないようにやれる方法はないんですかね。とかそういうことですよ。あ、私の男になるとかそういうことですか。そうそういうことですよね。そう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 、枕言葉みたいな、ね、そういう、うん、それしかないですよね、うん、だからこう風味を手ごめにしちゃうとかなんかもっとあるじゃないですか。あの人とやなんかあれすればいいよとか、あの人とこう政略結婚で結婚すればいいとかね。それはビル・ゲイツとかビルと結婚すれば別に株なんかいや、だから宮川さんの言いたいことがよくわかるビルは男じゃないですか。あ、そっか。私の話ですね、それは。そうです。いや、だから日経を読まなくてもいいって、それ小難しさはやっぱり皆さん投資家の方っていうのは、うん、どうしても自分はあれを知らなきゃいけないとか、これを知らないからできないって言われる方がたくさんいるんですけど、敷居高いですよ。そうですよね。そうじゃなくて、例えばちょっと、こうピックアップしてきたんですけど、はいはい、うん、例えばですね、この間、うん、今ね、発売されたバウリンガルありますよね、うん、犬の気持ちがわかるとか、はいはい、あれで宝が上がられたのと一緒ですよね、うん、あとはその浜崎あゆみが ABEX を辞めるって言って、うんうん、ABEX が下がったりとか、うんうん、あとは愛子様誕生でその、うん、子供メーカーのところが上がったりとか、うんうん、そういうもっと素直な動きをする株ってあるんですね、うんうん、そういうものを見つけていってやるのが一番面白いと。なるほど。だから本当にもう手放しで楽はちょっと無理かもしれないそれで宮川さん楽しすぎですよ。っていうことはどういうところから始めればいいんだろうな、俺たちとかは。あ、だから、うん、あれ、あ、お金がある人はいいんですよ、潤沢に。ただどうしても株っていうのは例えば今ネットトレーダーって言って、デイトレーダーって言ってネットでこう売買できますよね、はいはい、で皆さんこうかじりついてやりがちなんですけども、うん、そのネットその証券の、あ、なんていうんですかね、ネットの裏側には全日本の心理が働いてるって思っていただきたいんですよ。なるほどね。全日本、あ、ごめんなさい。日本人全員が、その株やってる方たちが、みんなそれを売買してるわけですから、うんうん、いろんな人の心理が混ざってるんですよね。なるほど。そこに意思が全てあるわけだ。そういうことです。だから、人気投票なんですよ、株っていうのは。ネットオークションみたいなもんですよね。うんうん、人気があれば上がる、なければ下がる。うんうんうん、ただ、これを読むには、どうしてもその感覚的なものが必要なので、うん、さっきも言いましたけども、全く株を知らない人っていうのは、うん、ゲームから始めてみるのも面白いかもしれないですね。なるほどね。そうです。で、宮川さんみたいに、うん、こう楽して儲けようっていう人もいますけども、やめとけいや、そんなことないですよ。いいんですけど、うん、始めてみて皆さん言うのは、株から見た世界がすごく面白くなるんですね。うん、経済であるとか、世の中であるとか。うん、
全然世の中知らない人が勉強し始めるんですよ。いや俺ね、そうサンパラで中野さんと話って話をした時にね、はい、私飲み友達ですよ。あそうですか、はい、いやそうなんすよ。あそうですか。そうなんです。もう一気に世界が広がるんですよ。なので楽して儲けたいっていうのもこれも一つだし、うん、あとは株を勉強するともっともっと楽しくなるっていう、うん、あそうですか、はい、人生が楽しくなる、はい、なんかいきなり、そっか、ちょっと、まあ今日1回目なんで、これ、まあ、来週もまた出ていただけるんですよね、はい、久米ちゃんは。そうです。え、スタジオ来ていいんですか？スタジオでも、ね、で僕が電話でもいいし、意味わかんないですけど、そういったわけで、久米ちゃんから今日教わったのは、楽して日経4万の4万ので1000万は無理ということが、まあ第1回目、これからも一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎週水曜日のこの時間は、株いじり、若林久米ちゃんでした。ありがとうございました。